はようございます。10月26日月曜日朝の7時20分です。今日は、日曜日に同僚が積んできてくれた荷物を埼玉県三郷市で下ろします。朝9時下ろしです。でその後市川行って積み置きです。今日はアクアラインの手前で事故があって、3号線も湾岸線も大渋滞です。今大黒ジャンクションです。表示ではこっからアクアラインの入り口まで2時間って出てましたね。2時間かかったら全然間に合わない。追い越し車線をずっと走ったら少しはいいかなと思ったんだけど、どうですかね。まあもうこっち入ってしまったのでどうしようもないですけど、まあ流れに任せるしかないですね。はい、まあ焦らず安全運転、防衛運転でいきたいと思います。今日もよろしくお願いします。時刻は9時47分。三郷市が完了しました。荷物は舞台のセットですね。演劇の舞台のセット。次は、市川で積み置きです。市川3時からなってる。荷物はお菓子です。まあ、3時からだからちょっと余裕があっていいですね。はい、じゃあ移動したいと思います。
いしょ、お疲れ様です。ここは市川市内のスーパーの駐車場です。まあ、ここで2時半ぐらいまで休憩してようかなと思ったら、いや休憩しようと思って今お昼を、ね、買ってきたんですよ。やみつきネギ味噌おにぎりと紅鮭入り焼きおにぎり、それとオレンジ199円。さあ食べようかなと思ったら電話かかってきちゃった。積み置き変更で川崎から翌着群馬県玉村ということになりました。ちょっと川崎までぼちぼちとちょっと戻ろうかと思います。おにぎり食べながら戻ろうかな。じゃあ出発します。お疲れ様です。時刻は午後1時23分。ここは川崎市内の、ま、倉庫です。もう積み場所についております。ま、3時以降からの積みなのでまだ1時間半ぐらい余裕時間あるので、もう今日はちょっと昼寝させていただこうかと思います。ちょっと休みます。お疲れ様です。お疲れ様です。4時48分、川崎で積み勘です。高速道です。実車です。はい、あとは会社に戻って終了です。あ、荷物はパレットで精密機械です。8割ぐらい積んでます。気をつけて戻りたいと思います。